皆さんこんにちは。宇佐市長のご連絡でございます。7月に入り、新型コロナウイルスの感染が急拡大しております。特に本日7月12日は90名の感染者数が見込まれており、極めて厳しい事態と受け止めております。これはオミクロン株の派生型である BA.5 に置き換わっていることが要因であります。本日はBA.5 対策のポイントについてご説明いたします。最初に月ごとの感染者動向についてであります。1月は228、2月は282、3月は470、4月が361、5月が376、6月が127ということで、ほぼ沈静化したかに思われましたが、7月はまだ12日ですけども、485が見込まれております。これは過去最多であった3月の470をもうすでに上回っております。次に BA.5 の特徴についてであります。BA.2 と比較しまして、約3割早く広がる特徴があります。そして免疫を逃れる性質がありますので、急速に広がっているわけです。なお、重症化及びワクチンの有効性については、オミクロン株、BA.2 と同様であります。続きまして、BA.5 に対する対策であります。ポイントの1は換気です。エアコン使用時も常時の換気をお願いしたいと思います。換気の方法ですけれども、2方向の窓を開けて、扇風機なども活用いただきたいと思います。ポイントの2はマスクであります。原則として不織布マスクの着用をお願いいたします。ただし、熱中症の懸念もありますので、屋内外で臨機応変にご判断いただきたいと思います。例えば、屋外では原則として着用の必要はありませんけども、2メートル以内で会話するような場合は着用をお願いしたいと。ポイントの3は会食であります。まず認証店をご利用いただきたいと思います。そして排席の工夫、例えば人数を絞るとか、斜めに座るとか、そういった工夫をお願いいたします。また席の移動は行わないようお願いをいたします。ポイントの4は連鎖防止についてであります。本人や同居家族の体調が優れない場合、こういった場合は躊躇なく学校や仕事を休んでいただくようにお願いいたします。ポイントの5はワクチン接種についてであります。ワクチン接種は発症予防と重症予防の効果があると証明されています。現在宇佐市で実施中のワクチン接種につきましては、5歳から11歳までの小児のワクチン接種、1回目から3回目の接種、そして4回目の接種を実施中であります。接種券が届いた方は速やかに接種していただきますようお願いをいたします。ポイントの6は抗原検査であります。感染の不安を感じる無症状の方、そしてイベントや旅行等に検査が必要な方については、検査を実施いたしております。もちろん無料でございます。市内では渡辺薬局本店が担当となっております。詳しくは県のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。私たちは2年4ヶ月に及ぶ経験により、新型コロナウイルスに対する知見が蓄積するとともに、治療薬の開発実用化が進むなど、コロナへの対応力は格段に高まっております。そのため恐れすぎることはありませんが、一方で甘く見すぎることは禁物です。宇佐市としましては、現時点において経済活動等を制限することは考えておりませんが、最大限の警戒を払うことといたしております。皆様方のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。